はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ、今日も頑張っていきましょう。じゃあ、向こう行きます。はい、今日は第18回ということですかね。今度は食料と生産、消費に関する内容ということになります。それじゃあ、まあね、問題の方、早速行ってみましょうか。ペロンと。こんな感じですね。今度は令和2年の東大の人間、第2問目の問題ということになります。ねまあ相変わらずって感じですよね。 まず、構成的には、説問の A ということで、経済成長とともに、人々の食生活が変わってきたよね、という話なんですよね。で、今回は1963年から2013年にかけて、この白丸から、まあこの白丸印ね、ここピーと、この黒丸印とこって変化するというわけですね。横軸の部分が一人当ての GDP。どんどんと GDP が高くなっていく、いわゆる所得的なものが増えていくんだぞと。 それに従って動物性食品の割合。まあ、この辺は増えていくんだということですかね。はい。で、かけての国内の各国のと経済状況を表す。一人当たりの GDP の伸びと国民一人当たりのカロリー摂取量に占める動物性食品の割合の変化を示していると。もちろん国民一人当たりのカロリー摂取に占めるということですから食事の中で動物性 食品の割合がどれぐらいあるのかということですね。どれぐらいもぐもぐ食べるのかと。この変化を示していると。いわゆる所得の向上と、このお肉の消費ということなんでしょうね。平たく言えばね。はい。まあこの動物性タンパク質の消費。まあこの話をしていると。で、過去の一番目の内容が、食生活に占める動物性食品の割合が増えることでと、陸上の自然環境に及ぼす悪影響、一行で述べなさいと。 で2番目に関しては、1から6の国ではと。うん1から六ですか。ここですか。これですね。一から六の国では、百9 6 3年以降も経済が成長しているにもかかわらずと。経済成長、このことですか。ここだね。ニュージーランド、オーストラリア、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フランス。うんうん、うん この国ではと、63年以降も経済が成長しているにもかかわらずと、動物性食品の割合があまり増えていないかあ、もしくは減少していると、まあそうだね、あまり増えてない。ほぼ横ばいか、ちょっと減少傾向だと。もうその理由を、産業で述べなさいと、90字がっつりですね。そして、過去の3番目と、図の、これですか、2の1、において、旧ペルーはと、 同じ南米の7アルゼンチンや8ブラジルとは異なる特徴を示していると。その理由を2つ答えなさいと。理由を2つですね。で、以下の語句を全て用いてお、4行で。これは珍しいパターンですよね。非常に珍しい。120字問題ですか。うん。まれにこういうパターンもあ,るありますからね。 ですので、ちゃんとある程度文章を書けるようにしておきたいとこですよね。で、逆に字数が長いから、今回は山岳地帯だとか食文化とか、こうやってヒントが織り混ぜられてますよね。はい。4つヒントが織り混ぜられていると。ここをうまいことを構成させながら、ヒントとして構成させて、120字で説明しなさい。というようながっつり問題ですね。はい。さあ、ここの部分の説問の A は全体的にこんな構図になりましょうか。 なかなか面白い問題ですね。それじゃあ、括弧の一番目から順番に見ていきます。はい。人々の食生活に占める動物性食品の割合が増えることでと、陸上の環境にどんな影響が出るんですかいということですよね。もちろん、内容的には、食生活に占める動物性食品の割合が増えると、なってくれば、お肉になるのが基本形なのかなと。 なので、考え方とすれば、こうでしょうかね。動物性食品の割合が増加と。まあ、いわゆる牧場建設が増えるのかな、ということですよね。まあ、特に肉牛の飼育。これが増えていくのかな、っていうことですよね。うん。そして、陸上のと。牧場建設について回ってくるとなれば、まあ、森林破壊なのかな。 っていう感じでしょうね。はい。陸上に及ぼす影響ですからね。陸上縛りですもんね。陸上での家畜の飼育に伴うものとなってくれば、まあ、こんなぐらいしかないのかなって感じですよね。結構もうガツガツの問題ですね。はい。増えて自然環境にと。及ぼす悪影響。うん。 さあ、もうここで決まりましたな。それじゃあ内容的なもの。一行程度ですからね。ペロンと30字でいきましょうか。回答例とすれば、牧場の建設や、ここ入れときましたよ。飼料作物栽培の農地拡大ということですよね。まあ、要するに、この部分には大豆とかを入れてみたり、あとはトウモロコシ。飼料用作物栽培の農地拡大のためだよね、と。家畜の飼育をするのですから。 もちろん、この子たちに食べさせるような、城用作物の地域も必要だと。そのためには森林破壊かと。まあ、こういう内容で持ってこれればいいのかなと。農地拡大ということですね。ここの部分でガン臨場ということ。まあ、この牧場建設だけだとするならば、ちょっと時数が足りませんからね。あとはここが慣れっていうところでしょうかな。料用作物もあるんじゃないのということ。 大豆、トウモロコシを入れちゃうとちょっと時数はオーバーしてしまいそうですからね。そこは、飼料用作物栽培とか。ね。飼料作物の栽培、うん。まあ同じか。飼料作物、大豆、など。っていう感じはあるかな。ちょっと時数がなってきですよね。30時程度ですからね、はい。まあこれはこのぐらいの程度しかないのかなってことです。ただこれは味噌ですよね。この子を入れてあげることが味噌になるということです。はい。さあ、この辺りをガツッと入れてね。 内容的に入れてあげた,たらどうでしょうか。これは別に脳が入ったって構いませんよ。時数がね。ゆとりがあればですけどね。ここはうまいこと時数を合わせて。30時以内に収めたいからここは取ってみた。というだけの話ですしね。はい。で、本来ここには点を入れてみたい気はするんですけどね。でもまあ30時程度なんで別に行き継ぎしなくてもバッと読めるでしょう。ということでね、あえてこの、これも入れてませんけどね。うん。これはまあ時数調整ということです。はい。論述に関してはね、内容がしっかり通ればいいですから。 そこをね、うまいこと合わせてあげればいいですね。あ、いいどうしてもここに点を入れたいならば、ここを切ってみるとかね、牧場建設やと。いうふうにして時数うまいこと合わせればいいでしょこれはもうね、お任せですよ。でも、この論述においては、書かなくちゃいけない内容っていうのが決まってますから。その内容をガツッとちゃんとね、説明として入れてあげてと。この点、取る、取らないはね、お好きにどうぞって感じではありますね。はい。さ、それが、一応これがね、回答例となりました。 それじゃあ続けていきますよ。今度はこの図の2の1、1から6の国では1963年以降も経済が成長していると、いわゆるここでしたよね。ここでした、ここでした。もうこの子たちはひとまとまりしましょうか。これはもう欧米先進国ですね。 年まあ、欧米先進国という言い方にしときましょう。もちろん、イギリスも、まなニュージーランドもオーストラリアもね、イギリス連邦の国の中にも入ってますしね。まあ、ここでは、まあ、あえて、欧米先進国なんて言い方にしといてみましょう。で、この子たちは経済成長は一応していると。まあ、それほどね、大きな経済成長。うん、なのかな。まあ、でも63年以降ですからね。うん、まあ、確かにね。成長していると。 でも、動物性食品の割合はあまり増えていない。あとは減少していると。いわゆるこの家畜の消費というものが少なくなっているか、まあほぼ停滞しているというわけですよ。その理由を産業で述べなさい。どうでしょう。ここがポイントですよね。本来であるならば、経済成長してくれば所得が高くなる。 そうすればお肉の消費は増えて当然なのかなと思うわけですよ。だけどそうじゃないよね。なぜなのっていうのが今回のポイント。これ問題をちゃんと見たときに何を言いたいのかをちゃんと読み取らなくちゃいけませんよ。そこで自分で、うん、そうだなそうじゃない理由って何なんだろうか。っていうことです。はい。それじゃあここをね、考え方まとめてみますよ。ペロンと。こんな感じどうでしょうか。 まずは1から6の国というのが欧米先進国ですよと一応まとめておきましょう。そして経済成長しているんだ。動物性食品の割合が微増もしくは減少傾向に入っているということ。で、ここでさっき言ったのがここだよね。一般的に経済成長すれば動物性食品の割合が増加するはずなんだ。だけどそうじゃない。なぜなのよということ。そこで 考えなければいけないのはこの子でしょうね。健康ブームというのはあるでしょう。これは実際的に自分に置き換えてみてもいいよね。毎日肉肉肉肉。まあね、若いうちは肉らでも食べられそうな気はするけども、やっぱりね、胃が疲れてくるっていうのもあるし、ちょっと心配だよね。例えばこういう心配。肥満の問題。あとは生活習慣病。なんてのがあるかな。ええー、まあ特にこの子。 コルステロールが高いとか。そうだね。あとは塩分の取りすぎとかもそうだろうけどね。こういうものはぜひとも回避したいと。まあ健康ブームというところがあるかな。特にまあ欧米諸国においては、この肥満の問題というのがやっぱり大きいよな。だこの健康志向、健康ブームっていうところが大きなところだ。だこの動物性タンパク質、いわゆるこの動物性の食品、これの過剰摂取を控えようじゃないかいと。 いうのが、この欧米先進国での今の動きだよと。だ本来はこの経済成長して肉を食べたい食べたいと思うんだけども、いやいや、それはまずいよねと。健康は気をつけなければいけないよね。っていうふうになってきたってことだよね。じゃあここね、環境保護。動物愛護の高まりということですかね。この環境保護に関してはね、やっぱりさっきも出たように牧場建設をすると。 森林の破壊。まあ、寝たりの破壊もそうですね。ブラジルなんかは特に有名だけれども。まあ、そうやって森林なんかを破壊してしまうと、そこに暮らしている動物もそうだし、あとは場合によっては希少な植物もあるかもしれない。まだね、いろいろと成分も分かっていないものがたくさんあるんだよ。で、そういうものが人知れず、絶滅してしまったら人間も利用できなくなるわけじゃないか。だからそういうところの価値観っていうものをしっかり認識してね、ちゃんと保護していこうと。 まあ特に持続可能な開発ってことも一つにはあるのかなってことですよね。だここでまあ一つ持続可能な開発の意識とか、まあこういうことを一つ考えてもいいのかなと思いますね。まあこれは環境保護に持ってきてっていう感じでしょうね。いきなり持続可能な開発と言われてもね、なんでお肉が減るんですかっていう話にはなかなかならんので、まあここのワンクッションあっての話かと思いますけどね。流れ的にはこういうものもあるだろうということ。 ちゃんと、その破壊などをせず、自然に負担をかけないようにして、我々は生活していく。だからそのためにもお肉の消費を減らそうじゃないか。牧場建設も少し減らしていこうじゃないかっていう考え方ってことね。そしてあとは動物愛護と。そしてまあまあそうですね。動物の命を奪い取るっていうことがね。うん。やっぱりね、嫌悪感を抱く人もいるわけですよ。うん。これはね、まあ僕の経験ではあるけどね。僕はね、ベトナムの農村っていうところでね、 まあ少し滞在したことがあってね。で、そこで結構ね、僕海外に行くとね、まあおばさんに気に入られるんだよ。まあおばさんキラーとも言われてるけどね。まあ特に気になりましてね、おばさんがね、そのベトナムの農村部分で高床式なのよ。高床式の家でね。で、下の部分に、あの豚とかがうろちょろしてるわけですよ。でね、まあせっかく来てくれたしさ、と。で、最後はね、ちょっとお肉でね、振る舞いたいということでさ、 あの、そこにいる豚をね、まあ、お肉にしてあげるっていう,いうふうに言ったんだよね。で、僕、その時にあまりよくちょっと、ね、まあ、ちょっと行きたい場所もいろいろあったから、おばさんの言うことは、まあ、ふんふんって感じでね、言ってたんだけどさ。まあ、次の朝ですよ。朝にね、豚がね、悲鳴が聞こえましてね、ブヒーって声で目が覚めてね。まあ、そうですよ。屠殺しましてねで。そしてね、まあ、夜には出てきたんだよね。で、普通お肉っていうのは大抵ね、熟成させないとダメなので、 まあね、数日置くのが普通なんだろうと思ってたんだけど、結構熱帯地域なのでね、熟成が早いのかなと思いましてね。朝、まあちょっとね、めた豚くんが、まあ夜になって出てきてね、まあ振る舞われたわけですけど、やっぱりね、その悲鳴がどうしても頭の中に残っちゃうからさ、食べれなくなるんだよ。まああんまり食が進まなかったんだけどさ。まあそういうのもあったりもするしね、やっぱりその動物を殺して食べるっていうのは目の前で見ちゃうとね、なかなかちょっとね、欧米先進国とか、 ある程度ね、その、ね、先進国とかで、ま、暮らしていると、その、屠殺場っていうのはなかなか経験しないわけだし、そういうのを実際に映像としても見てしまうと、うんって思っちゃったりもするんだよね。そういう若者も多いということ。あとは、ベジタリアンっていうのもあるよね。これも増えてますよね、ベジタリアンもね。うん、まあ、僕もね、いろいろとね、経験はしてるんです。このベジタリアンの方々はね、本当にお肉嫌がりますよ。 でね、これもね、僕もね、ベジタリアンっていうかね、お肉をね、立った時期がありましてね、2ヶ月間経ちましたよ。2ヶ月間。2ヶ月間ね、お肉を一切経つとね、体臭が変わるんだがね、あの、体の匂いなんかも変わってきましてね、特に電車に乗ったりすると、お肉を食べてる人の匂いが気になるんです。この体臭が気になったりしてね、まあね、なんでやめろよって話もありますけどさ。 でもね、このね、動物愛護なんかで、まあ、ベジタリアンに変わった人なんかはね、やっぱ余計にそのお肉の匂いっていうのがね、鼻につくっていうのは確かにあるんだろうな。っていうのはあるんです。この特に欧米先進国など、ある程度この環境意識なんかが高まっていけばいくほど、そういう発想を持った人が多くなりますからね。まあ余計にお肉を、まあ食べなくなるって人もいるわけですよ。全部が全部じゃないですよ。そういう方もいらっしゃると。まあ、途上国に比べれば圧倒的に多くなりますからね。 まあちょっとそういうところの発想も一つ持っておくと、東大の問題に対しては対応できやすいのかなって気はしますよね。まあ、なんつっても東大の問題は知識を広げておくこと、アンテナを広げておくこと、いろんな話を聞いて理解を深めとくこと、これがとても重要なんではな、ね、いですのでね、まあ、ちょっと今、ちょっとしたエピソードの話ですけどね、こうやってちょっと、欧米先進国の特徴、そして他の国との違いっていうところもね、理解を深めておくといいのかなって思いますよ。 はい、さあ、それじゃあね、回答例的なの言ってみましょうか。こんな感じでどうでしょうか。欧米先進国では健康志向の高まりからということですね。まあ、ここではあえて肥満とかうぬんって言葉は入れないときます。うん、そこでね、この欧米先進国というこのまとめましたよってのが欲しいですね。そして、健康志向の高まりから、動物性、食品の 過剰摂取を抑制すると。食べるのは別に構わないんだけど、食べ過ぎってことね、取り過ぎってこと。そういうものはある程度控えるようになってきた。そういう社会ですよと。で、さらにこの環境の保護。あとは動物愛護。まあ、この言葉入れましたよ。の高まりと。この食肉用家畜への倫理観から摂取を抑えるということ。こういう部分もありますよと。と そして、ここの発想が出るかどうかが今回のミソでしょうね。環境保護。この食肉とかの摂取が減る。それほど伸びない理由とすれば、健康志向もそうだし、あとは考え方というのもあるでしょうね。この倫理的な感じ。こういうものも入ってくるんだぞっていうことですよね。極力お肉を控えるっていう発想です。はい。まあ特にこの食肉系のところを特に言っときましたけどね。うん この動物性タンパク質については、まあ確かにお肉もあるし、お魚もありますよね。今この健康志向の高まりから、お肉をやめてお魚の方へとスライドするっていうのもありますよ。ね。ですのでね、まあお魚っていう部分を入れたいところもあるんですけど、でも動物性の、まあ、食品っていうことですから、お魚も入っちゃいますもんね、魚介類もね。なので、あえてそこは分けない。ここはもう全部一つのお肉という形で入れといた方がいいのかなと思います。 だからここでね、ちょっとお魚っていう部分も一瞬考える人もいるかもしれないけど、動物というひとくくりですからね。動物性の食品ってことでひとくくりなので、ここではあえてお魚の話はしちゃダメよってことですよ。いいさ、それじゃあまずはこの欧米先進国でまとめて健康志向と。これが大きいですよと。まあ、ここが高まりでまずポイント的になってくるのかな。あとはこの脂肪の多い。 動物性食品と。まあ、これを抑制するようになってきたんだと。で、あとは環境保護の高まりによってと。この家畜の飼育。まあ、こういう部分の摂取を抑えるようになってきたという内容で持ってこれたらいいのかなと思いますね。まあ、どちらかというと、この健康志向の話の部分で、まず一つ、二つぐらいのポイントだね。健康志向と。あとは脂肪分が多い動物性食品と。まあ、これの摂取を抑える。 まあ、ここでまず二つぐらい入れといたらいいのかな。で、さらにこの環境保護とか動物愛護。まあ、どちらでもいいでしょうね。まあ、今回模範解答的な感じなので二つ入れてみましたけど,ど、この環境保護は入れときたいかな。そこの高まりというのがあって。そして、あとは、この倫理的な問題で摂取を抑えると。食肉用の家畜の摂取が、抑えられるような感じになってきたというものですかね。健康志向。そして、 環境保護の倫理観。あそこの部分から動物性タンパク質の摂取。食品の摂取。これが少なくなってきたんだと。これが先進国の特徴なんだ。っていう話でね、持ってこれればよろしいのかと思いますよ。はい。さあ、それじゃあね、ちょっとここだいぶ難しい内容でしたけど、自分の頭の中でね、噛み砕いて、知識として入れときましょうね。はい。さあ、それじゃあ今日はここまでといたします。じゃあ、終わります。はい、お疲れ様でした。 授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしていってくださいね。この考え方を自分のものにしていくっていうことが一番、この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。